はい、お疲れ様です。10月30日の桧原湖ガイド終了しました。ですね、昨日が、まあ、1メーター未満の土砂漏勝負だったんですけど、今日はさらに深浅い、もう50センチ未満ですね、もう50センチ未満の超土砂漏勝負です、今日は。で、ね、このフォロースティックかな、まあ、この僕が結構好きな、まあ、軽い表層で使うのが好きな、まあ、ST66XUL ですね。66XUL に、インフィニティの 0.25 に、4ポンドリーダー、エリアマスターショックリーダー1号、まあ、4ポンドですね。で、とか、まあ、あとジョーダンとか、まあ、あとそのね、超土砂漏なんだけど水面には食わないっていうやつもいるんで、それがカバスケの 2.5 とか、まあ、そういうので、まあ、結構本当に超土砂漏、50センチないくらいの水深のところの超土砂漏でも、まあ、割と食ってきたかなっていう印象ですね。まあ、まあ、エビですよね。あの最近やってるそのね、土砂漏の表層のパターンってガサギじゃなくてエビ食いの表層です。はい、エビ食いの表層パターンですね。それです。で、ただね、今日は、まあ、昨日よりもそのなんだろう、釣れるレンジが浅くなったんですけど、まあ、バイト数そのものは昨日より減っちゃったんで、まあそれね、あの途中ではあのアイスジングですね。アイスジング、深いところのアイスジングで魚を釣りに行きました。もうそれを、ね、やるとね、さすがにポン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 釣れてくれましたね。まあ、そんな感じです。はい。で、昨日が、まあ、エビ食いですね。エビ食いの土砂漏パターンで、昨日が1メーター未満の土砂漏。今日は水深50センチ未満のスーパー土砂漏。っていう感じのこの土日ですね。この土日のガイドでした。はい。そんな感じですね。はい。そんな感じの、10月30日の桧原湖ガイドでした。